はい、ヴィンテージカップ2024ラウンド1 2WD クラス予選開始したいと思います。エントリーナンバー1番はタロマン選手、車はいつもの強小ターボスコーピオン、復刻のモデルですね。タイヤは今日はちょっとマニアックなセレクトですね。路面が食わないからね。フロントが C、 リアがオプティマ。あ、マニアックですね。車高もおかしなことになってますけど、頑張ってもらいましょう。はい、じゃあスタートします。バランス悪いですな。あ、ごめん、リポカット入りました。はい、終わり。はい、エントリーナンバー2番ゴリさん選手、強小スコーピオン、復刻のモデル、タイヤはソフトですね。ダンパーは前回交換済みということで、頑張ってもらいましょう。もうゴリ選手プレッシャーにやられそうです。あ、ビビってます。はい、じゃあエントリーナンバー3番ルパン選手、今回も福岡から来てくれました。車もいつもの、アスチュートということでね、頑張ってください。じゃあスタートします。はい、じゃあエントリーナンバー4番、ウェキン選手ですね。最強マイティフロッグで来てくれましたんで、今回も頑張ってもらいましょう。はい、じゃあエントリーナンバー、5番、久慈選手ですね。いつものホーネット回の46、今日はフロントタイヤに、強小ダートマスターのタイヤ、リアは、強小スコーピオンですね。頑張ってもらいましょう。はい、じゃあエントリーナンバー6番、46路です。強小トマホーク復刻のモデル、今日はもう禁断の 2.2 インチ仕様でね、このドライ路面走ってみようと思います。
あーショートカット、はい、じゃあ 2WD クラス予選 Q1 の結果はこんな感じで、私トマホーク1番取らせてもらいましたけど、Q2 のはパスさせてもらって、Q12 番手のゴリさん選手、スペシャルチューニングしてきましたか？してません。はい、頑張ってください。ドリシャみたいになっちはい、じゃあヴィンテージカップ、2024ラウンド1 2WD クラス決勝10周で行いたいと思います。いいよ、見えんな相変わらず。あそこはナボコリがすげえな。すげえな。うん、これだけ乾燥してるのが違うでしょ。うん、本当。何しよんの。怖えわ。何しよんの。怖えわ。
やべえな、レースの状況が全く映ってねえな、このビデオには。でゴール。3位や。まだあるんかい？お姉さんは？あんたはゴールやろ。おう、そうやそうや、ラップした。いや、ラップしたとかそういう問題じゃねえ。ルパーさん一回どうしたの？あなたやな、落ちたね。グダグダですね。止まらんかった。超滑るやん。ホールトゥドベ。